にちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、今日も始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。みさきさん、最近寒いですよね。寒いです。寒いってなった時に、アレンジしたくても、はい、全部あげるってなったら結構寒くて嫌になるやん。アレンジしたいけど、全部まとめるとちょっと寒いからって言って悩まれてる方も多いかなと思うんですけど、はい、そんな方に必見な今日ヘアアレンジをご紹介します。名付けてチビ団子アレンジ。なんじゃそのって言われるんですよ。普通にね、チビ団子、まあハーフアップで今日やろうと思うんですけど、はい、でポイントとしては3つあって、はい、1つは髪の毛のボリュームダウン、はい、だから髪の毛の量が多い方は結構タイトに見えてバランスよく見える、はい、であとは頭の形が綺麗に見える。嬉しいね、はい、最後のやつ赤、3つ目が、はい、垢抜けて見える。冬やったら、結構暗めの、今日明るい服だけど、僕暗めじゃないですか。ちょっとやっぱ暗く結構見えたりもするので、パッとね、そのチビ団子ハーフアレンジで、ちょっと垢抜けて見せる。っていうね、方法になりますので、ぜひね、この冬アレンジのお困りの方、参考になさってみてください。それでは、動画、どうぞ。今日使っていくのはこの子たちです。まずコテ 32mm を使っていきます。そしてオイル、結ぶ時のシリコンゴム、そして最後ゴムを隠すアクセサリーですね。この子たちを使っていきたいと思います。まずコテで巻いていきます。髪の毛が絡まりやすい人とか寝癖がある人は一度しっかりブラシで溶かしてから巻いてください。まず顔周りから巻いていきます。外羽に巻きたいので挟む部分は下に向けて毛先を外に巻いていきます。髪の毛の量が多い人は上と下でちょっと分けながらとかでも大丈夫です。結構ぐるっと入りやすいので滑らせるだけでもちょうどいいくらいだと思います。こんな感じで巻いたら反対側も同じように巻いていきます。こんな感じで巻きます。次にオイルを全体につけていきます。最初は2プッシュくらいで手に伸ばして内側から毛先、表面と伸ばしていきます。毛量が多い人とか乾燥が結構多い人はもう少し足していきます。一気につけすぎるとベタついて見えたりとか偏って部分部分でついたりとかしてしまうので少しずつ馴染ませていきます。で、今日はハーフアップなので上げた時のこの内側の部分をしっかりとつけていきます。ハーフアップで分け取っていくんですけど、だいたい私の前髪くらいの位置まあ、こめかみよりもちょっと上くらいですね、くらいから遅れ毛も落としつつ斜めに取っていきます。こんな感じで分け取っていきます。手ぐしでざっくりまとめていきます。その分け目が見えなくなるような感覚で後ろに指を通していきます。まとめる位置はなるべく下で耳くらいの高さになるといい感じです。ここで結んでいきます。ちっちゃいお団子を作りたいのでなるべくきつめに結んで最後にお団子を小さく作っていきます。毛先の位置を下に向けてバランスを整えていきます。お団子部分はほぐさないで大丈夫なので上の部分とここのサイドの部分を少しほぐしていきます。まずお団子を少し押さえながらトップにボリュームを出していきます。そしてサイドの部分が少しペタッとしすぎていると思うのでここにボリュームを少し出していきます。この分け目が見える場合は隠すように少し前に引き出していきます。そして少しずつ引き出してほぐしていきます。出しすぎると鉢のバランスが出てしまったりとかして崩れてしまうので本当にミリ単位くらいで出していきながらバランスを整えていきます。
こんな感じで整えます。本当に微妙な違いなんですけど、このくらいほんのり丸みが出たら OK です。これだけでもいいんですけど、少しだけ動きが欲しいので巻いていきます。顔周りの一線を外巻きに巻いていきます。中間から外巻きで一回転、それから耳後ろの部分ですね、ここの部分を同じように外巻きで巻いていきます。中間からコテを入れて一回転させて縛らせます。最後にゴムを隠すようにヘアアクセをつけていきます。こんな感じで全体が整ったら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、バランスいいよね、やっぱりなんか、はい、ポイントとしてはね、やっぱこうちっちゃくお団子を見せる、そのお団子の位置をちょっと下にすれば大人っぽく見えるしね、はい、で、ちょっと上にすると侍っぽく見えるっていう、はい、そう、だからあんまり上っぽくはやらない方がいいと思うんですけどで、バランス的にはこう耳ラインぐらい、ラインくらいが一番ベストですよね。あとは店さん顔周りとかやっぱこう巻くとか、はい、やっぱそうすることによって小顔効果に見えたりとか、あとは輪郭気にされてる方が多いと思うので、ここをちょっと外巻きに巻くとまたそれもバランス綺麗になるかなと思いますので、ぜひ皆さん参考になさってみてください。ということで、今日もね、はい、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗になれるようなね、こう情報だったりとかヘアスタイル、ヘアアレンジをちょっとまたご紹介しますので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ